ワクチンについて長期的な安全性が実証されてないので打ちたくないです。このような理由で打たないことについての意見、僕は後々陰謀論者と言われるのか少し変わりますが、開発が早いファイザーの株価が下がっているのはなぜか、この3つをお聞きしたいです。質問多くてすいません。ファイザーが一番最初に開発したんですけど、その後社長がめっちゃ株売ってて、で、そこでモデルナだったりとか、アストラゼネカだったりとか、いろんな会社がワクチン成功したので、その意味で別にファイザーだけじゃないよねっていうのがあるので、株価がそこまで高くないっていうのはありますけど、で、長期的な安全性で実証されてないのは確かにそうなんですけど、ただ今回のファイザーのビオンテックっていうドイツの会社と一緒に共同開発したやつなんですけど、メッセンジャー RNA っていうのを使っていて、メッセンジャー RNA を細胞に入れますと。そうすると、そのメッセンジャー RNA の情報を利用して、ワクチンになるべき、コロナウイルスの鍵状のようなものを作りますと。で、その細胞はコロナウイルスの鍵状のようなものを作るんだけど、メッセンジャー RNA 自体はそこでもう消化され終わってるので、新しく作ることがないんですよ。要は細胞の DNA それ自体を変化させてしまうと、変化した DNA がコロナウイルスの鍵状のものを大量に作り続けて、いらなくなっても作り続けるっていうのをやるんですよ。で、これ、体内でいる細胞は、これ、癌細胞と呼ばれるんですけど、要は、体内に必要ないものを大量に作り続けてしまう頭の悪い細胞っていうのが、どんどん増え続ける状態っていうのが、人間では癌細胞と呼ばれていて、で、それがどんどん増え続けると、体の中で、必要な機能が失われてしまったりとか、全然関係ない細胞が増えちゃって、他の細胞が育たなくなるっていうのがあって、体悪くなるっていうのがあるんですけど、あくまで今回送り込むのはメッセンジャー RNA で、メッセンジャー RNA がその設計図通りにものを作ると、その時点でもうメッセンジャー RNA の機能は終わってしまうので、癌のように広まることはないっていう構造上の話なんですよ。で、本当に設計図上そうだったら増えないよねっていうので、今もうワクチン打ち始めてから、世界中で今もう100万人超えてるんじゃないかな。え、違うな。1億人か。1億人ぐらい受けていて、で、1億人以上受けてるんですけど、じゃあワクチンを打った結果、癌のように不必要なものを作り続けてる患者っていうのは、今のところ報告はありません。なので、メッセンジャー RNA 自体を使うというのはそこまで危険ではないんじゃないかなっていうのがあって、で、アストラゼネカがもともと、メッセンジャー RNA でワクチンを作るっていうのを、エボラだったかな？なんか別のウイルスの時にやってるんですよね。で、その時にも一応臨床実験やって、もう、それが多分3年とか前だと思うんですけど、で、それぐらいの時に、一応3年経った人がどうなるかっていうのも一応確認は取れているので、なので長期的にも安全なんじゃないかなというふうに僕は思ってます。ただ、10年、20年経ってどうなるかっていうのは結局観測されてない以上は、安全ですと断言することはできませんと。なので、安全か安全じゃないかというと、正確な答えを言おうとすると、分かりませんになるんですよ。ただ、今見つかってる話と流れてる情報を考える限りは、そんなに危険なことは起きてないので大丈夫なんじゃないかなと僕は思っています。はい。